訪日外国人が初めて知った、実は日本独自のものを知っていますか？日本にしかない技術やものは、世界的に評価されているものが多く、日本の素晴らしいものに訪日外国人は驚いてるんだぜ。でも、日本だって世界の一部でしょ。みんな簡単に驚きすぎよ。いや、日本は島国だってのもあって、独自に発展した価値観や文化があるんだ。そこまで言うんだったら、もっと詳しく日本独自のものを教えてよね。それじゃあ、今回は訪日外国人が初めて知った実は日本独自のものを6つ紹介するぜ。視聴者の皆様も、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目は公衆トイレだぜ。公衆トイレとは、公共の場や施設にあるトイレのことだ。基本的に誰でも自由に利用することができて、世界的には有料となっていることが多いんだぜ。しかし、日本の公衆トイレは無料で使用できて、しかも、非常に綺麗だと世界的にも驚かれているんだ。無料で綺麗な公衆トイレは世界では珍しいんだぜ。え、公衆トイレが綺麗なのって珍しいの？しかも、公衆トイレが有料だなんて日本だとびっくりなことだわ。そうだよな。日本では公衆トイレでも無料だし、むしろ、有料のトイレの方が珍しいんだ。トイレ事情は国によってかなり違いが出てくるんだぜ。海外を訪れてトイレの環境が違うことで、カルチャーショックを受けてしまう人も少なからずいるほどだ。カルチャーショックを受けるほど、国によってトイレが全く違うなんて知らなかったわ。どんな違いがあるのか教えてちょうだい。例えば、海外では公衆トイレの設置数自体が少なく、もしあったとしても有料であるのが一般的で、小銭がないと利用することができないんだぜ。また、有料であればまだ綺麗なとこもあるんだけど、海外だと清潔ではない公共トイレも当たり前にあるんだ。だから、公共トイレを好まない人も多いんだぜ。だからこそ、日本の無料で使える綺麗な公共トイレは、訪日外国人からするとまるで夢のような状態で、しかも、トイレの設備が良すぎて驚かれるんだ。なるほどね。日本のトイレは世界的にはありえないレベルなんだわ。他にも国によって異なるトイレの習慣とかあるのかしら？他には、アメリカやカナダのトイレは、防犯上の理由でドアの下部が大きく開いていて、少しかがんだら中が見えてしまいそうなほどなんだ。中国では、ドアのないトイレが一般的だったり、備え付けのトイレットペーパーがないことも多くて、ペーパーは持参するのが普通なんだぜ。極めつけは、インドのトイレ事情だな。インドでは蛇口から水を出し、自分の手でお尻を洗う必要があるんだぜ。国によって様々なトイレ事情があることが分かったわ。日本のトイレがとても快適だってことも改めて知れたわね。訪日外国人からの反応も教えてほしいわ。訪日外国人からの反応は次のようなものが多かったんだ。日本で暮らすようになってからは、母国に帰国した際、母国のトイレに慣れるのに時間がかかったよ。特に公衆トイレね。スコットランドでは他に選択肢がない限り、公衆トイレに入る勇気のある人はいないと思うよ。公衆トイレは怖いイメージがあるんだ。日本のトイレが素晴らしすぎて、母国のトイレがダメになる訪日外国人もいるのね。そりゃ大変だわ。東京に来て、公衆トイレの綺麗さを目の当たりにして、母国の公衆トイレに失望したよ。日本の公衆トイレは世界一だと言っても過言ではないよ。コンビニ、駅、どこにでもあるし、非常に快適な空間なんだ。日本にはよく旅行するから、公衆トイレには感謝してるよ。デパートには女性がメイクするためのエリアまで用意されてることがある。日本は清潔にこだわっていることがわかるわね。トイレは誰もが利用するものだからこそ、大切なんだわ。こういう日本の公衆トイレが無料だってのが一番驚きだよ。一番よく知ってるポーランドとスウェーデンは有料だよ。スウェーデンなんてショッピングモールのトイレですら金を取るのに、トイレがたくさんあるのは素晴らしいことだよ。国を清潔に保つのに役立つ。一般利用できる民間トイレがない場合は諦めるしかないアメリカの都市よりマシだね。日本には山の上でさえ、公衆トイレがある。車で行けないような場所だったのに、電気で動くウォシュレットだったし、めっちゃ清潔で管理されてたよ。さすが日本。日本の衛生管理の良さが伝わってくるわね。しかも、無料なんだから、日本の懐の深さも感じられるわ。というように日本の公衆トイレは、世界から称賛されるほど高水準で清潔なんだ。しかも、無料だってのが世界的には驚きってわけだぜ。今まで公衆トイレが無料なのは普通だったけど、日本に生まれてよかったと感謝したい気持ちになったわ。二つ目はハンコだぜ。ハンコは、日本の生活に欠かせないものの一つだ。郵便物を受け取る際に使用するし、契約書などの重要な書類には必ず必要だぜ。でも、日常的にハンコを使う国は日本と台湾だけなんだ。海外に印鑑制度はなく、契約にはサインを使用し、本人確認には交渉人という第三者を介すんだぜ。
日本もサインで済ますこともあるけど、重要な場面では絶対にハンコが必要よね。でも、なんで日本ではハンコが主流なのかしら？ハンコ文化は、中国から日本に伝えられたものだ。ハンコに関する日本の文献に残る最古の記述は、日本書紀のもので692年の持統天皇への黙印だぜ。ちなみに、日本でハンコが本格的に使われ始めたのは、大化の改新後、701年に大法律令ができて、官印が導入されてからだとされているんだ。ハンコ文化はかなり古くから存在していたのね。でも、なんで現代まで残ることになったのよ？まず、ハンコ文化自体は江戸時代頃になると、庶民にまで広まっていき、商人や下層の武士などから使われるようになったんだ。そして、明治維新になって庶民も名字を持つようになって、明治に入って証書書面には実印が必要になったからだぜ。このような背景や歴史が理由となっているんだ。なるほど、歴史的な背景があって、日本にはハンコが定着していったわけね。しかも、中国から伝わった文化であったのに、もともとの中国に印鑑制度は存在しないんだぜ。中国も欧米と同じように契約にはサインが普通なんだ。もはや、ハンコ文化はほとんど日本独自のものとなっているのね。でも、このハンコ文化を訪日外国人はどう思っているのかしら？それじゃあ、訪日外国人の反応をいくつか紹介するぜ。日本の役所とかの複雑さはこっちの役所すらしのいでるからね。どんな些細なことでもたくさんの書類にサインをしなきゃいけない。それで印鑑がかなり普及してるんだと思う。私も日本に生まれたかった。いちいち自分の名前を書くのが面倒で大嫌いなの。ハンコはサインよりも手間がかからないって考えの人が多いのね。サインが嫌いって人もいるのはびっくりだわ。日本人は漢字を使うから手書きだと時間がかかるのかもな。ハンコがあれば、書類にするサインの手間が省けるようになる。かなり良い文化だよ。私も日本に住んでる時に作った。だってあれがなきゃ銀行口座すら作れないんだもん。英語や漢字といった言語や表記の違いに着目している方もいるわ。確かにハンコだと英語は難しそうね。まさに私たちが求めてたものだ。ハンコがあればもうサインから解放される。尋常じゃないくらいに効率的な国だから。こういうのが普及してても何ら不思議じゃないよ。実際のところ印鑑ってかっこいいよね。今度日本に行く機会があったら作ってみるわ。ハンコ文化をかっこいいと感じてる人もいるわ。文化を共有できるってことは、なんだか嬉しいことね。というように訪日外国人にとってハンコは、日本独自の文化の象徴でもあって、クールで面白いものだと感じられているんだぜ。ハンコが国によっては全く違う視点で見られていて、ハンコに対する価値観の違いを感じたわ。ちなみに、他国でハンコはなぜ浸透しなかったのかしら？ハンコ文化が欧米に浸透しなかった理由は、何かに押し付けて記録するという概念がなかったからと言われているんだぜ。例えば、木を掘り出して制作する木版画は、中国から日本に伝わった技術だけど、ヨーロッパの画家であるゴッホはこの技術に感銘を受けたんだ。そういった紙などに押し付けて記録するって発想が、欧米では当たり前ではなかったからこそ、ハンコ文化が浸透しなかったってわけなんだぜ。そもそも、発想がなくて、ハンコにも馴染めなかったってわけね。三つ目は自動販売機だぜ。日本は自動販売機大国と言われ、自動販売機が世界一設置されている国なんだ。どこにでも自動販売機があって便利なんだぜ。海外では自動販売機ってあまりないのが一般的なの？そうだ。海外では治安や管理の問題があって、簡単に設置できない場所もあるし、壊されたり、盗まれたりすることもあるんだぜ。治安がいいと言われている日本だからこそ、自動販売機が多く設置されているんだ。あとは、日本の真面目な管理体制があるからなんだぜ。確かに自動販売機もただ置かれているだけじゃないし、ちゃんと管理していないと使えないものね。でも、海外にもあるんでしょ？確かに海外にも自動販売機は設置されているんだ。しかし、日本のように外にあることは少なくて、基本的に施設内にあるのが当たり前なんだぜ。だから、日本ではどこにでも自動販売機があって、田舎でも都会でも外にあるってのは驚きの光景なんだ。訪日外国人からすればありえない状況なんだぜ。なるほどね。自動販売機が外にあるのは、治安の良さの表れなのね。そうなんだ。また、日本の自動販売機は、外に設置されているのに綺麗だというのも言われていて、丁寧に管理されていることも驚かれているんだぜ。他には、アイスとホットが同じ自販機に並んでいること、ちゃんと中身が補充されていることなども、日本ならではだと言われているんだぜ。どれも自動販売機なら当たり前なことだと思ってたけど、海外では全く違うのね。じゃあ、訪日外国人からの反応も知りたいわ。訪日外国人からの反応は次のような感じなんだ。日本の自動販売機は本当にレアな部類だと思っているよ。まず、アメリカは鉄格子の中に入ってたし、外に設置されているなんてありえなかった。
フランスの自動販売機は本当に信用できない。10回に1回は出てこないからね。日本の治安が良くて本当に良かったわ。しかも、出てこない自動販売機なんて、ダメでしょ。イギリスの自動販売機は、お釣りは出てこない。または、商品出てこないままでお金すら返ってこないこともあるよ。そもそも、商品が詰まって出てこないのは当たり前。こっちでは蹴って落とさないとダメなんだ。日本の自動販売機は、ちゃんと出てくるし、中身も豊富で、外側も綺麗になってて全く違うものだったよ。海外の自動販売機は、もはや自動販売機としてのアイデンティティを失ってるのね。アメリカにもたくさん自販機はあるけれど、日本ほどではないですよね。主に置かれているのはショッピングモールの中。壊される危険性があるので、駅中や街中にはない。防犯カメラがついた自販機ショップみたいなのはあるけど、外に自動販売機があることはありえないね。温かいものと冷たいものが同じ機体で買えるというのがすごい。中国では、ホットとコールドはそれぞれ別の自販機で売っているからね。日本が自動販売機大国だと言われるわけね。自動販売機だけでこんなに違いがあるなんて知らなかったわ。というように、日本の自動販売機は、海外とは違って素晴らしいものなんだぜ。海外の自動販売機で物が買えることはレアなんだからな。日本の当たり前は、海外のレアってことが非常によくわかったわ。四つ目はコンビニだぜ。コンビニエンスストアは、アメリカで生まれ、日本で発展した便利なお店だ。みんなにはコンビニという通称で親しまれているぜ。そんなコンビニなんだが、世界のコンビニと日本のコンビニは違うと言われ、訪日外国人に驚かれているものの一つなんだ。世界にもコンビニはあるのに、なんで日本のコンビニだけが驚かれるのよ？だって、結局は同じコンビニなんでしょ。確かに他の国にもコンビニがある国はあるんだ。しかし、日本ほどたくさんコンビニがある国はないんだぜ。日本にいるとどこにでもコンビニがあって驚かれるんだ。例えば、大手コンビニチェーンのセブンイレブンは、全世界に7万店あるんだけど、日本には2万店と世界の3割ほどを占めるんだぜ。かつ、訪日外国人にとって日本のコンビニは、本当に何でも売っている便利なお店なんだ。食料品はもちろん、お酒も生活用品もあるからな。そんなに日本のコンビニは便利なお店となっているのね。さらに具体的に日本のコンビニの違いを教えてほしいわ。まず、日本のコンビニは、世界一品揃えがいいんだぜ。日本ほど品揃えがいいコンビニは世界にはないし、国によっては品が偏っていることもあるんだ。日本だと、ゴミ袋や下着類なども売っているし、ノートや文房具もあるだろ。他には生鮮食品もあるし、傘やレインコートに、化粧品や洗剤なんかもあるよな。あと、日本のコンビニは24時間営業なのがすごいんだ。世界だと夜8時には閉まっているところが多く、祝日や日曜はやっていないこともあるんだぜ。確かに日本だとコンビニっていつでもやっているわよね。深夜でも利用できるし、困った時はコンビニに行けば大丈夫だって感じるもの。だよな。他には、サービスの質がいいのも日本独自だ。スタッフの接客が丁寧でコンビニの店内も綺麗だし、チケットの発券、郵送や公共料金の支払いもできるよな。確かにコンビニでは郵便物の受け取りもできるし、コンビニに行けば何でもできるイメージがあるわ。海外では違うの？海外ではまずコンビニがあまりないってこともあるし、公共料金の支払いや郵送に対応してないこともあるんだ。ここまで便利なのは日本ならではってわけだぜ。なるほどね。日本のコンビニを知った訪日外国人は、一体どう思っているのかしら？訪日外国人からの反応は次のようなものがあったんだ。日本のコンビニはとっても便利。年中無休な店ばかりで、いつ行っても営業しているから助かるよ。日本はいろいろなものが置いてあって便利だね。初めて日本のコンビニに来た時びっくりしたよ。コンビニの24時間営業は、本当に助かるわよね。いつでも欲しいものが買えるから嬉しいわ。日本のコンビニは非常に便利すぎるよ。公共料金の支払いが特にいいよね。バスのチケットやコンサートのチケットも購入できるし。ベトナムでコンビニ行こうってなるとないから大変。ヨーロッパだとカップ麺の種類が少なすぎて悲しい。日本のコンビニには、多くのカップ麺が置いてあるし、味も美味しくて本当に素晴らしいよ。日本のコンビニは品揃えが本当に豊富なんだ。飲み物も様々なものが置いてあるし、アルコールもあるからびっくりしたよ。コンビニにアルコールがない国もあるのね。あと、公共料金の支払いやチケットの販売なども日本ならではだったのは知らなかったわ。日本ではコンビニのコーヒーでさえ、最高に美味しい。安いのに豆から入れたコーヒーを飲むことができるんだ。あれは素晴らしいね。日本の接客サービスは本当にすごいよ。これは日本だけのものだね。スタッフは誰もが丁寧に対応してくれるんだ。日本のコンビニの凄さが伝わってくる話が多かったわ。やっぱり日本のサービスは、素晴らしいってことがわかるわね。
というように、日本のコンビニは、世界のコンビニの中でずば抜けてすごいんだぜ。まさに便利なお店ってそのままを体現しているんだ。今後も日本のサービスのクオリティを上げていきたいわね。ちなみに、最初にコンビニがアメリカで生まれたって言ってたけど、どういうことなの？コンビニという業態は、もともとアメリカで誕生したもので、後に日本で独自の発展をしていって、世界へと拡大していった店舗なんだぜ。1927年にテキサス州にあったサウスランドアイス社は、小売販売店で夏には営業時間を延長し販売していて、かつ、食品なども売るようになっていったんだぜ。このお店が後にセブンイレブンと改称し、後のコンビニセブンイレブンへとなっていったんだ。なるほど、それが日本に来て、日本の素晴らしいサービス品質と結びついて成長したってわけだわ。日本に来てセブンイレブンは正解だったのね。5つ目は自動改札機だぜ。自動改札機とは、鉄道駅や航空の改札業務を自動化し、混雑解消を目的として作られた機械のことだぜ。自動改札機に関して日本は世界一と言われていて、多くの乗客を裁くためにスムーズな読み取りができ、1分間で60から80人もの人が通ることができるんだぜ。海外にも自動改札機はあるのよね？日本のものはそんなにレベルが違うってことなの？海外にも自動改札機がある国もあるんだが、日本の自動改札機は、スムーズさのレベルが違うんだぜ。また、改札がないタイプの国も多くあるんだ。日本では電車の利用者が非常に多くて、誰もが電車を利用するってくらい人が多いんだぜ。だから、改札口は非常に混雑することになるんだ。しかし、海外では電車の利用者が少なく、かつ、改札口を突破して乗る人も多くいたのもあって、乗車券を読み取らない信用乗車制が取られているんだ。なるほどね。国柄によって乗車するときの方法が違ったりするわけだわ。ちなみに、日本に自動改札機ができたのはいつなの？改札口の混雑が深刻化したこともあって、1966年には自動改札機が開発されたんだぜ。作ったのはオムロンソーシャルソリューションズだ。この時作られたのは、乗車券の穴を読み取るもので、1967年には京阪神急行電鉄で本格的に導入されたけど、最終的に普及はしなかったんだぜ。その後は、乗車券が磁気乗車券へと統一され、電磁気乗車券用の自動改札機ができ、1970年代には自動改札機は一般的なものとなったんだ。確かに最初は穴開けタイプの乗車券があったけど、今じゃ穴がないものが普通になったわね。磁気を読み取って使えるものになっているからな。日本の自動改札機は、定期券も一般的な乗車券も、すべてを一度に入れても読み取ってくれるんだぜ。かつ、様々な IC カードの読み取りも行えて、その読み取りもとてもスムーズで素早いんだ。他国の自動改札は読み込むのに数十秒はいるんだぜ。日本の自動改札機は、非常に進化しているってわけね。ちなみに、訪日外国人はどう思っているのかしら？それじゃあ、いくつかコメントを抜粋して紹介するぜ。すごいな。日本の自動改札機をデンマークにも輸出してくれ。実際に日本で自動改札機を体験したよ。何これ？って思いながらも済ました顔で通過したわ。非常にスムーズに通ることができたの。自動改札機自体が訪日外国人にとってはすごい体験の一つになっているのね。反応が早い日本の自動改札機が恋しい。あんなにスムーズな改札は初めてだったよ。そもそも日本の公共交通機関はあらゆる面ですごいから。実際に体験するとマジで衝撃を受けるよ。俺が東京の鉄道を利用した時は、自動改札機の反応がもっと早かった気がする。日本で体験した公共交通機関すべてがすごかったって思ってくれているのね。こんなに高評価だと日本人としても驚いちゃうわ。乗車券を裏向きに入れたらちゃんと戻ってくるのかどうか、俺も日本に行った時に実験したのを覚えてる。日本で自動改札機を通った時に、なんであんな早くチケットが返ってくるのか不思議だったよ。でも、複数入れても大丈夫ならそりゃ1枚ならあっという間だよね。日本はどんな機械でもすごいクオリティで作ってくれるよね。自動改札機もその一つだ。何でも究極の一つとして作る日本はすごいよ。自動改札機の技術が世界一だって言われているのも、この反応で納得できるわね。というように、日本の自動改札機は、日本の電車の環境が生み出した最強の機械なんだ。訪日外国人が日本だからこそだと思うのも無理ないぜ。日本の技術力の素晴らしさが伝わってくる話だったわ。今後も日本はもっとすごい技術を生み出してほしいわね。6つ目は発車メロディだぜ。日本の電車には発車メロディなど、様々な場面でメロディを流すようになっているんだ。電車の接近や発車を伝えるためのものなんだぜ。しかし、この発車メロディというシステムは、日本独自のもので海外では珍しいんだ。なので、訪日外国人にも驚かれているものの一つなんだぜ。
確かに日本では発車時も到着時もメロディが鳴るよね。あれって日本ならではだったのは知らなかったわ。そうなんだぜ。発車時と到着時の危険を知らせるために日本ではメロディが流れることが多いんだ。また、地域によって使っているメロディは違っていて、有名な曲や流行りの曲を使っている発車メロディもあるんだぜ。そういった発車メロディは訪日外国人にとっては、初めての体験で心に残ることが多いんだぜ。日本で電車を利用すると必ず体験することだから、訪日外国人にとっても印象に残っているんだね。どういった反応があるのか知りたいわね。訪日外国人の反応は次のようなものが多かったんだ。東京では駅ごとに違う発車メロディを流してることが多いと気づいた。あと恵比寿駅の発車メロディはコマーシャルにも使われていて聞いたことがある。日本のこういった発想は、世界にないもので本当に面白いよ。その駅や地域の歴史にちなんだ曲の時もあったんだ。発車メロディの一つ一つに日本の歴史などに触れてくれている外国人がいるのは嬉しいわね。宮崎駿の出身地では駅のジングルでジブリ映画の音楽が使われてる。自由が丘駅はスターウォーズの帝国のマーチが使われていた。到着時にもメロディが流れるから車内で寝てても降りる駅で起きれるようになったな。これは日本ならではな習慣になれたって気がしたよ。東京以外の駅でもメロディが流れているよね。横須賀周辺の駅はめちゃくちゃ派手なジングルが流れてる。地域で全く違うメロディが使われているってのは、地域の特色を大切にしている感じがあって日本人としてもいいわよね。電車の発車メロディは、日本らしさがあって懐かしくなるんだ。また日本に行ったら電車に乗りたいね。山手線すごい好き。メロディ、走行音、内装、緑がかった窓、ドアの上のディスプレイ。新幹線や新宿、六本木は忘れよう。山手線が最も東京だ。日本の発車メロディを聞くと、日本にいた頃の思い出が蘇って懐かしくなるんだ。寂しいよ。私はまた日本に行きたい。海外にはない日本らしさって日本人からすると何気ないもののように感じるけど、訪日外国人にとっては印象深いものになっているのね。というように、電車の発車メロディは、日本らしい一つのシステムで海外にはない独自のものの一つなんだぜ。日本の電車には日本らしさが詰まっていて本当に面白いわね。今後も日本独自のものの良さを海外に伝えていきたくなったわ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。